まあリーグで非常にいい結果が出てて、それはやっぱり選手もそうですけど、サポーターのみんなでなんとか勝ち点3を勝ち取って、なんとかまあだいぶ横一線というかね、降格ラインのところをね非常に戦っていますけど、勝てたということでチームの雰囲気はとてもいいなと思いますね。まあ、甲府はとても攻守、まあ守備の力がとても強く、まあ、守備からリズムを作り、それで得点を取るっていうチームなので、まあ、そういった相手の良さを上回る僕たちが守備、そういったものを高い集中力で引き出せれば必ずや、甲府を打破することができるのと思うので、まあ、彼らのいい守備を上回った自分たちが守備ができればいいなと思いますね。まあ、非常に大事な一戦になりますし、一戦必勝、チームが掲げる今の、チームの目標ですけど、この試合もしっかり勝ち切って、そしてサポーターの皆さんに勝ち点3をプレゼントできるように頑張りたいと思います。そして、残り少なくなりましたけど、サポーターの皆さんの応援が僕たちの力になりますので、最後まで熱い声援よろしくお願いします。大宮京都。